その時に練習してたら両方が守備が下手で毎日僕は内野の守備練習、福さんは外野の守備練習、一切考えない練習したらって言うんですよ。打てなくなると、明日打ちゃいない天才、追い込まれてインローレフト前うまいけど、それあれは真似したけどできんだ。皆さん、チャンネル登録、高評価、お願いします。お互いの、こういうところがすごかった。そりゃ、そりゃもうすごいわ。もう天才。まずね、こうまた戻るけど話が高校の時に PL と対戦でゲームやったでしょ。ほなね、福さんがバッターで、内野ゴロかなんかやった。俺はそのまま打ったからね。で、サードゴロかショートゴロかなんかじゃないけど、で、バーンって言って、そんなに足速いとは思わないんじゃないですか。なの、サードゴロかショートゴロ、シャートかサードか覚えてないけど、打って、ふわっと投げたら、もう、こう構えたら、こっちから目線が入ってきたんですよ、パッと。あれ、これも速いないと、来ないと、間に合わないって言って、そのぐらい速かった。これが第一印象。ものすごい足が速い。わあ、これセーフになるわ、っていうぐらい。のんびりしてるからやったら、楽勝に悩んだよ。普通の頃でないや、セーブっていうぐらい早かった。それが第一印象。それと、先ほども言ったけども、松田電機の、グラウンドまで行き方がわからないんで、松田電機の監督か誰かの福さんに連絡して、阿部のまで加藤を迎えに行ってやってくれって。福さん迎えに来てくれた。自分は、高校と社会人というのも印象。で、その時に練習してたら、両方が守備が下手で毎日僕は内野の守備練習、福さんは外野の守備練習で、僕の印象はもう守備上手くないっていう印象なんですよ。でプロに入ってきたら足が速いからベンチ入ってるよね、ダイソー要員、あとは守備要員でも言ってパッて見てたんですよ。ほんだら外野守備要員は大丈夫かなと思ったら見てたらめちゃくちゃ上手いんですよ、守るのが。どこでどうやってあんなうまくなったんっていうのが印象ですよ。あれはものすごくうまかったね。キャンまあまあ松下電器の時にバンバンノックねやった、プロに入った毎日1時間ノックを受けてたらうまなるって、だから下手はうまなるってよく言うのはそこなんですよ。いやしかしめっちゃしたよ、やらされた、やらされて、やってもねそのなんか感性っていうかあるじゃないかな、もうこれ以上行ったら上手くならないってとこあるじゃない。それ越してたからね。まあ毎日打てたら、ね、何本やっても上手くならない人は上手くならない能力があったんやね、守備上手くなる。ノッカーが良かったね。僕らもプロ入っても全然下手で一個も上手くならないから、どうやったら上手く、どういう取り方したらいいか教えてもらえなかった。声でオーバーにジェスチャーしてたよ。アウトやなかったもん、アウトーって言うともそうだったよ。してたけどね、ほんまに行ったら打つ方でめっちゃくちゃほ、んまにね、俺関心、インローの追い込まれてインローレフト前うまいこと打つ、あれは真似したけどできんかった。いや、引っ張れんかったんや、ライトの方に引っ張れなかった。ほんで、向こうに流すレフト前とかセンター前に打つのはもうなんとなくバットをポンって言ってバットの芯に当てるのができたから、向こうに行くのは自然にできとったんですよ。で、監督から、お前インコース出るようにならんかったら対戦せえへんとか、いい成績残せんぞって言われてインコースの打つ練習をしたんですよ。それはもう絶対言われたね、半期入ったらね、レギュラーになろうと思ったらインコース出なあかん、さばけなあかん、うん、出るよりさばけなあかん、もうそれだからそこの練習だけしとけばええわっていう単純な考えで、そこばっかりバッと振ったらいい。今なんかテレビなんか見てると、うん、インコースとかど真ん中のボール簡単に見送っちゃう。ってね、うん。もったいないなぁ思うよね。あんな打ってけ一番打てるのになぁ思って。あれがなんかもったいないなぁ思うね、今の野球見てて。まあでも、まあこんなほんまに天才。天才だね。ほんまにいろんなボールに来る。それは自分が行ってこう送られてサードに行ってワンオーディオでほとんど変えてんだもん。ホームに。
あんな楽なもんないよね。外野フライ、もうヒット狙いに行ってあかんかったら外野フライは絶対打ちろとかね。外野フライは定位置よりも前でも入ってきたからね。これは打つ方は楽ですよ。バットの芯にポンってたらフライ上がるから。あ、上がったらもう必ず返ってくるから、返してくれる、あの、返ってきてくれる。打つ方としても楽ですよね、気分的には。全然足のないキャッチャーのもう鈍足の人がサードランナーよって本当は打席の中で、あ、このランナー遅いから外野フライでもちょっと大きいやつ打たないと帰ってこれないぞとか、ヒット打たんと帰ってこれないぞっていう心境と、もうどこでもいいや、ポコンと打ったらフライ打ったら帰ってくるわっていうのはやっぱり打席の中で楽でしょ、精神的に、気分的にね。そういう意味ではものすごい楽やった。お見合いばっかりやけど、そういう意味ではすごかったよ。なんでこんだけ守備が上手くなったのかな。でゲーム入れとったらバッティングなんかその経験があるから、だん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 上手くなってくる、あの打てるようになってくるんですよ。でも練習したの？練習もそれもそれともう一つは打てなくなったらやっぱ僕ら考えるじゃないですか。で悩むじゃない、なんで打てんやろ、練習してこういうの、あでもこういうの一切考えない練習したらって言うんですよ。打てなくなると明日打ちゃえんやっていう、うわこういう考えでやけらねえかのかなしとったけどね、あの明日にはすごかったわ。今日は4択くらったってもうちょっと打ったらどうなの言ったら、いやいや明日打ちゃえんや、これで終わりよ、まあ打てるんやもん、それでもう切り替えやね、うん、今日はもう相手のピッチャーの方が良かったよ。それはもう明日今日は終わったから、うん、考えてもう明日に引きずるんやったら明日打ったらいいね、そんなの。僕なんてもうね、ほんまに考えたって打てるはずないのにね、考えるんやとね。いや考えるね、ほんとに。でね、あの頃からあれよ、自分のヒット打ったとかホームラン打ったそのビデオを作ってもらって、で今の言うイメージトレーニングみたいにして自分で作って、部屋真っ暗にして、でビデオずっと回して12時ぐらいずっとそれ見てるのよ。でイメージ、いいイメージを持って球場に行くの。よし今日打てろって全然打たないそんなばっかで、まあ、でも12時変わったら切り替えようっていうのがあって、そうやな、それまでは考えてる。みんながやらないことさ、ほんまの大昔にやってたからね。あれは今のことみんなやってるけど、そんなんもっともっともっと前からもやってた。でこんなんやってました、あんなんやってました言えへんやん、みんな今のこと言うな、誰々と一緒に練習したとかみんな今は言うけど、昔はそんなん一切言えへん、やってたとしても、うん、今もあのほらジムなんかで部屋に入ってこうやるじゃない、今主流でしょ、それ僕ら入った時からやっとったよね、バーベル上げたり軽いやつな、軽いやつあーってやった。僕はボディービルのとこに行って練習しとると思われますもん、あれはやらないかなと思いましたね